新型6代目のアウトバックのシートヒーターですが、さて、シートヒーターのオンオフというのはですね、どういうふうに連動しているのか見てみましょう。今、アクセサリーオン。で、この状態では動かないですね。あ、これでアクセサリーオンか。はい。この状態だと動きます。で、後部シートの方もオンにしてみようかな。鍵がないぞっていう感じですね。はい、入りました。入ってますね。これで例えば、まあ、エンジンかけたらオンになるのは当然なんですけど、一回切ってリアシートのヒーターは切れるのか。じゃんじゃじゃじゃん。はい、切りますよ。切りました。もちろんこちらも切れますね。で、もう一回オンにすると運転席のところは全開。バリバリ。これ、こっちもやった方がよかったのかな？ちょっと待ってね。じゃあ一回やります。切ります。はい、入った。両方オン。オンの状態。じゃあリアはどうですか？お、リアは切れてる状態ですね。だからリアは一回エンジンを切ると、というか、オフにすると切れるということが分かりました。